こういうのでだいたい皿の縁取りを取りますけど、これはまあ別にして、ね、こういうことですけどね、こんな感じで、はい、あとはここに少し絵を描いてみましょうか。私は1944年に生まれたんですけど、24歳の時にこちらへ来た、赤江をやっています福島武山と申します。約50年この村で赤江を仕事としてずっとやってきました。本当に不思議なご縁で、ある人がおっしゃったんですけど、九谷が福島を読んだっていうようなことを言われたんですけど、全くこの地が赤江のところだとわからなくて、ご縁があってここで家内と結婚して、たまたまそこが赤江の村だったんですね。まあもともとデザインの勉強を高校でしていたもので、趣味として始めたんですけど、それが評判が良くて本業になってしまいました。初めて発表したのが5月に茶碗祭りっていう、有田でもありますよね、九谷でも茶碗祭りがあるんですけど、そこで発表して多くの重鎮の先生からすごく評価されたのが嬉しくてプロになったんですね。赤江は約九谷焼では180年ぐらい経つんですけど、最初は加賀藩の武士が趣味で始めたんですけど、それが各地に展開してっていうことは、小松市とか加賀市とか、また能美市なんかに伝わって、それぞれに展開されて新しい画風が広がっていったということですね。その加賀市の赤江っていうのは特徴で言いますと、ものすごく細かいとか細く綺麗に描く。のみは少しのみの方の赤絵は、面白みのあるような絵が多いですね。漫画チックというような、私の住んでいるところはやや絵はそういうようなところがあります。赤絵の材料の主原料となるものは紅柄なんですね。紅柄っていうのは酸化鉄です。それは私の使っているのは岡山の備中吹屋というところから取り寄せています。そこの天然物の赤絵が有名で、例えば有田の有名な先生方もそこの絵の具を使っています。私は模様と絵の展開、模様っていうのは先ほどちょっとお見せしたように古文とかああいう点描とかいうのと絵と合わすっていうのを特に深く追求してきたんですね。赤絵は最近はやられる人は模様だけの人が多いんですけど、絵描くのは少ないですね。と絵はやはりずっと描き込まないと味わいが出ない。模様は比較的取り組みやすいですね。私のものを取り入れて自分の世界を作っていってほしいということですね。ですけど父のそばにいるとどうしても父親風になりますよね。ですから本人はなるべくその殻を出さないということで大変な苦労していると思います。ですから周りに私の外弟子もたくさんいますから、その人たちに負けないっていう気持ちも大切ですし、その根性がないといいものが作れないと思うんです。その辺の葛藤は、私はその身になってみませんから大変だと思いますけど。はい、福島玲子です。はい、なんかずっと違う、普通に会社員で働いてたので、まあ、本当はまさか自分がこういうことをやるとは思ってなかったんですけど、
まあ、それまでやってたちょっと仕事を辞めて遠くに行かなくちゃいけなかった機会があったので、まあ、戻ってきてから何しようかなって思った時に、まあ、父親はすごいいつも忙しそうにすごい仕事してたので、まあ、例えばパソコンとかそういう写真を取り込むとか、なんかそういうことに対してはお手伝いはできたけど、実際に書くところで何か役に立てば、なんかもっとたくさんの品物ができるんじゃないかとか、夜遅くまでこう夜鍋して仕事することはないんじゃないかと思って、本当はなんか書くことをちょっと手伝えればなと思って、まあ、この道に入りました。けど、まあ、実際すごい優秀なお弟子さんがもう先にそういうことをやってたので、私は自分なりのものを作り出したっていうか、書き悪戦苦闘しながら書き始めたっていうのがきっかけです。伝承と伝統っていう言葉聞いたことあります？伝承っていうのは持っている技術をそのまま受け継いでそのまま伝えると。けど日本は独自の発展して伝統工芸っていうものは旧来のものを受け継ぐだけじゃダメ、そこに新しいものを加えてくださいっていうことが伝統なんで、そこが辛いと思うんですよ。私はあんまりそのなんか福島武山福島玲子ってこう継いでるっていう感覚はそんなになくって、まあ、父は父でこう、なんて言うんですかね、すごい何十年も続けてきて、すごい、まあ、尊敬してるし、なんて言うんですか、もうなんか、巨匠みたいな、そういう、ね、なんて言うんでしょう、ちょっとこの技術で言うと、もう雲の上の人みたいな感じなので、決してそこまで達しなければいけないとか、父のを継いでやらなくちゃいけないっていう意識はそんなに、ないので、そういうプレッシャーとかを感じることはそんなにない。まあでも、そうですね、こう近くでやってるからこそ、で、親子だからこそ、なんか余計にこう、なんか他の子、習いに来てる女の子とかは、気軽にこう、ここどうやったらいいですかって聞けることがちょっと聞きにくかったり、かえって親子なので、聞きにくかったり、まあ、素直に聞けなかったりとか、なんか言われたことを、なんて言うんですかね、ちょっと、反抗的な態度を取ってしまったりとか、そういうことはやっぱりあるので。私はまあ、なるべく何か絵を描きたいなっていうのは、まあ、思ってるんですけど、まあ、ただ難しい、まあ、美術とかを専門的に学んだわけでもないし、まあ、例えばなんか物語の中に出てくる女の子とかをモチーフにしたりとか、ちょっと自分らしさを取り入れた絵を描くようにはしています。こういう細かい世界があることをもっとたくさんの人に知ってほしいし、まあなんかその知ってもらうきっかけとして、なんかこう爪にネイルアートしたりとか、例えば栄のアクセサリーとか作ったりもしてるんです。なんかこういうものをすることによって、今まであまり九谷焼とか栄に興味なかった人も、ああこんな変わったブローチがあるんだとかいうふうに、また知っていただける機会になるかなと思って、まあそう、こういう細かい赤絵っていう世界があることをたくさんの人にもっと知ってもらえたらなと思います。赤絵って一括りに、一括りっていうのは赤絵って一つのですけど、ものすごく広いんですよね。狭い世界ですけど広い、やや日本の墨絵に通じたところがあるんです。いろいろ人物を表せば山とか川とか、それから鳥とか表す場合もあっても、まだ風を表すとか水を表すとか、そういうこともできるんです。赤筆一本ですよね、赤一色で。ですから一部分だけを見ないで、その奥深さを見てほしい。
と思いますね。anjapan.jp を見てください。なまってますね。そこがいいの取ってください。いいですか。